てる。梅野さん、これはこれは火山みたいなのがあるね。上が吹き飛んだみたいな感じですね。ここなんだ、野球場ですね。あ、道の駅なんとかしてもらってくだ。はい、ダオはお願いします。それだったら今だったら大丈夫です。ダメバイって言ってください。